新しい私いろいろ始める仙台いろは。もっと自由にわがままリノベーション、仙台アールゲートはこれからの家づくりをご提案します。桃田さん、こちらのお家のわがままコンセプトを教えてください。はい、縁側のあるお部屋です。こちらは青葉区八幡にある築41年のマンションの一室。オーク材の床と白い塗装で仕上げたリビング。仙台アールゲートが提案する新しいコンセプトデザインのお部屋です。お家の中に縁側があるのってなんか不思議ですね。そうですね、天気が悪い日でも、室内で自転車の整備を行えたり、あとはガーデニングを行ったりすることができます。おお、じゃあ汚れを気にせずに作業ができるってことですね。はい、そうですね。一見すると大きな LDK は、家族構成の変化に合わせて新たに間仕切り壁を取り付け、個室を設けられる設計にしています。こちらの縦のラインで新たに壁を設けることができます。へえ、そうするとこれから家族が増えるっていう夫婦にぴったりのお部屋ですね。はい、住んでからも、間取りを変更することができるのもリノベーションの特徴の一つとなっております。リノベーション、それは古くなった住空間をただ作り直すだけでなく、そこにデザインや思いをプラスして新しい付加価値を創造すること。こちらのお部屋は自由に見学できるんですか？はい、事前にご予約いただければどなたでも見学することができます。またこちらの他にもたくさんのコンセプトを持ったお部屋をご用意しております。今日ご紹介したお宅の他にも、仙台アールゲートのウェブサイトでたくさんのわがままコンセプトを見ることができます。仙台いろは。今日お伝えした情報は仙台いろはのウェブサイトでチェック。新しい私いろいろ始める仙台いろは。